ララポートララガーデン筑波三井ショッピングパークララガーデン筑波は茨城県筑波市小野崎屋座線高利278の位に所在する三井不動産商業マネジメント運営の郊外型ショッピングセンターである首都圏新都市鉄道の開通を翌年に控え沿線における大規模マンション開発が進み人口の増加が見込まれる筑波市の中心部にほど近い同市 小野崎の国道408号線沿いに三井不動産が開発にあたるライフスタイルパークとしては2施設目として2004年3月19日にオープンした。SC は各店舗として霞の新業態である高級スーパーグランプルシェと赤ちゃん本舗が当時としては茨城県内最大の店舗面積で出店した。また同年6月からサークル活動ララクラブつくばを開始し、 そのためのスペースも SC に設けた。2005年10月1日、つくばエクスプレスの開通による、さらなる顧客とマーケットの拡大を見込み、季節部分と渡り、廊下でつなぎ、2階建てのアイランドが増床をオープンした。杉薬局、ユニクロザダイソー赤ちゃん本舗パシオス、小池バス停留場前、松代方面域の上降場前が、徒歩入り口となっている。 センター地区から続くロードサイド店舗集積地であり、西部百貨店方面からの徒歩利用も見られた。ありがとうございます。